シモン、ギオムルイエの、プロンプトゥアリーコヌムイニシギオルムより。シモン統治下のハスモンアサ、紀元前143年征服した領土シモンは、マカバイ戦争において、ユダヤ人を指導したユダマカバイの弟で、セレウコス朝サからの独立を達成した、ハスモンアサイスラエルの最初の統治者となった人物。大祭司となる。別名し紀元前167年。 シモンは父マタティアや兄、ユダマカバイ、ヨナタンと共にセレウコス長に対する放棄に立ち上がる。ユダマカバイの下でガリラヤのユダヤ人救出を行った。続く弟ヨナタンの知性下でもよく支え、ベテズルやヨッパを占領している。ヨナタンがセレウコス長の武将ディオドトストリュフォンに捕らえられると、シモンがユダヤ人のリーダーとなった。ヨナタンは、 身の白金を支払っても解放されず、処刑された。シモンは遺体を引き取り、故郷もディンに葬った。シモンは、父母と兄弟のためピラミッドを建て、ギリシャ風の装飾を施した。セレウコス朝は、当時、王位をめぐる内戦を展開しており、紀元前142年、君主デメトリオス2世にカトルが、 ユダヤ人の自治を認めたことで独立が達成され、指導者のシモンがそのまま、ユダヤの統治者となり、公文書、契約書には、ユダヤ人の大祭司、将軍、指導者たる、シモンの第一年、何月何日と記されるようになった。紀元前141年、シモンは、ゲーゼル、エルサレムの要塞を攻略し、シリアの拠点は一掃された。 シモンが元老院へ使者を派遣したため、この独立政府は、共和制ローマ、スパルタにおいて承認され、セレウコスワサからの独立が、国際的にも認められる形になった。使者、ヌメニオスは、ローマからの所簡を持ち帰った。紀元前140年、エルサレムにおいて布告が出され、聖堂版に以下の決議が正式に記された。ユダヤの大集会はシモンが、 指導者となり、信頼できる預言者が現れるまで指導者、大祭司の地位を務めることを認めるという内容である。シモンと子孫は、地位の世襲を認められ、ハスモンアサが成立した。マカバイ一によれば、祭司たちと民衆たちの全面的な賛同を得て、ハスモンアサの統治が始められたというが、これはあくまでハスモンアサ側の意図が含まれた文書である。 ことを勘案する必要があるだろう。王権は主張せず、民族指導者の称号を用いている。紀元前138年、シリア王にアンティオコス7世が即位すると、アテノビオスを派遣して、ユダヤの要塞の返還を求めた。シモンは拒否したため、シリア側はケンデバイオス率いる軍を送り込み、ヤムニア周辺を荒らした。シモンは、 息子ユダとヨハネヒルカのスイッイに命じて反撃し、勝利を収めた。シモンの義理の息子プトレマイオスは、エリコ総督に任じられていたが、野心家であり、支配を狙っていた。紀元前135年、シモンは二人の息子、マタティアユダと共に、プトレマイオスの宴会に参加した時に暗殺された。プトレマイオスはゲゼルにいた、ヨハネ暗殺を狙ったが失敗し、 シモンの権力は三難のヨハネが継承することになる。マカバイ一の記述はシモンの暗殺で終わっている。ありがとうございます。